はい、バカボングラムっていう本があって、はい、これは、まあ、エニアグラムと同じように、うん、9つのタイプに分かれてるんですね。前にやった動画で INTP が、はい、INFJ の女の子にアプローチしたいっていう動画を上げたじゃないですか、はい、でその時の INFJ の女の子がエニアグラムのタイプの4の辞任だって言ってたんですね。 INFJ はエニアグラムタイプ4である、はい、で勝手に決めつけ、はい、だとするとエニアグラムのタイプ4に言ったら喜ばれる言葉、はい、もしくは禁句な言葉っていうのが、はい、このバコボングラムには、うん、嫌味タイプに言ってはいけない言葉っていうのがあるんですね、はい、それの紹介ができればなと思ってます、はい、ちなみに今私はあるエニアグラムの本に載っていた、はい、エニアグラムのタイプと MBTI のタイプというペーパーを見ているんですけど、うん、INFJ で一番多いのはやっぱり NF はね、うん、タイプ4多いですね、まあそう、はい、自分もシステムの一つですよ。 NT が多いのは、うん、NT はね、はい、4はいません、はいはい、一番多いのが5、うん、次に、まあ、1、3、6、6、8みたいなところにいる感じ、はいはい、では NF タイプにどんな言葉をかければいいのか、うんうん、もしくは、まあ、エニアグラムが好きな人にとっては4タイプ4の人にどんな言葉をかければいいのか、はい、っていうのが紹介できればなと思います、はい、まずバカボンのパパは、はい、まあ、これ言わなくていいですかね。バカボンのパパがタイプ7だよとかはバカボンのパパって何だよがもう今世代的にはあるのかなと考え、はい、はい、ではタイプ7がタイプ4に幸せになる言葉として紹介されているのは、うん、日本人離れしたダイナミックな感性なのだ、うん、って書いてあります、うん、ちなみにタイプ4の人にタイプ7の人が言ってはいけないよっていうワードとしてはそれどっかで見たことがある、うんうん、っていうのを言っちゃダメだよって書いてあります、はいはい、とにかくこのタイプ4の人は平凡であることが嫌いです、うん、どこかで見たことがあるって言われたら、うん、がっかりしますと、うん、で特にこのタイプ7の人って、はい、なんか特別感があるじゃないですか。7の人タイプ7の人は特別感がある、はいはい、目立ってるし、はいはい、の人に、うん、どっかで見たことある、うん、って言われるのは、うんうん、ショックだよって書いてあります、はいはいはい、でそんな人に、うん、なんか日本人離れしたダイナミックな感性だねって言われると、うんうん、嬉しくなるよって、うん、ではバカボンのママタイプ、これ言わなくてもいいかもしれないんですけど、はい、うん、タイプ6です、はいはい、タイプ6が NF タイプ、はい、タイプ4に言うといいよっていうのは、うん、あなたのアイデアは10年先を言ってるみたいねっていうと、うん、この常識な的な人、うん、タイプ6、うんうん、常識的な人から10年先を言ってるって言われると、うん、ああ普通の人たちよりも俺は10年先を行ってるのかっていう喜んでもらえる、はいはい、で言ってはいけないこととしてはあなたみたいな人ってよくいるのよね、はい、普通の人に、うん、あなたみたいな人はいるいるって言われると、はい、NF タイプ、うん、もしくはタイプ4の人はがっかりしますと、はい、バカボンタイプ、はい、タイプ9ですね、はい、はい、が幸せになる言葉はドラマの主人公みたいだねってタイプ4の人に言う、はいはいはい、言われると嬉しいってことです。タイプ4の人が NF の人が嬉しい、はいはい、で言われるとショックなことが、うん、僕も同じことを思ってたんだで、はいはい、タイプ9の人に、はい、タイプ4の人が言われると、うん、9の人言いそうですもんね。言いそう同じこと思ってたよって、はいはいはい、さらっと言いそうですよね、うん、だからまあ気をつけましょうですよねこれは、うん、あっていうとまあ僕も、はい、ああ、うん、特にまあ4の人 NF の人にあるあるとか、うん、分かる分かるとかは言いそうですよね気軽にもダメだってことですねそれは、うんうん、喜ばせたいなら喜ばせたいなら、だから言いそうな言葉ってことですよね。あ、
言いそうな言葉がチョイスしてある感じもします。これは、はいはい、ああ確かに言いそうなことですね、これは。うん、そのタイプの人が4の人にというか普段からなんか思ったりもするしなって、はいはい、あなんかそういう目立ち方をする人ってよくいるよねって、よくいるよねって言いそうですもんね。言いそう、確かに、はい、でははじめちゃんタイプなので、うん、タイプ1が嫌味タイプ、はい、タイプ4、うん、INF タイプ、うん、に幸せになる言葉は君みたいな人を僕は初めて知ったよっていうと、うん、なんかみんなから信頼されている人に、うん、なんかちょっとこうやって上げられるような感じ、うんうんうん、でシェーッと言わせる言葉としては、うん、この猿って書いてありますね。どういうことでしょうこれは。まあ、個性をひけらかす、つい非常識なことをするような NF、うん、まあ、くだらないみたいなことじゃないですか。あ、まあ、あそういうことなんですかね。じゃないですかね、はい、この猿って言うとあのショックを受けさせるとありますね、はい、同じことを思ってたって言われたら、うん、トキトキさんはタイプ6だというご自覚だったと思うんで、うんうん、6は嬉しいんですね、うんうん、共感が得られたと。よかった、みんな思ってるんだってことですよね。でも4の人はそれをショックだと受け止めるんですね、うんうん、私は特別だからみんな私のこと理解できないはず。理解できないっていうことを言われると、はい、うん、よしと思う。そうじゃないですか、まあ、この猿は4じゃなくても、まあ、確かに確かに、はい、うん、で、ニャロメタイプ、ニャロメはタイプ8です、うん、はい、が嫌味タイプに対して幸せにする言葉は今夜は一緒に大暴れするニャロメって書いてあります、はい、これは大げさなセリフだが、はい、このタイプ8みたいな人が誘ってくれれば、うん、あの喜んでついてきてくれます、うんうんうん、毎日このタイプ4も刺激を求めてるので、うん、今日は一緒になんか大きなことをやろうぜとか、うんうん、っていうことですかね。そういうことじゃないですか、はい、でなんか大きなことやりたいから君の力を貸してくれよ、うん、みたいなことを言われると嬉しいと、うん、はい、で逆にシェーと言わせる言葉としてはいい年してみっともないにゃろめって書いてあります。はい、みっともない、みっともない、いい年して、はい、いい年して、はい、あ、まあ、8の人とかは、うん、なんか TPO にわきまえた格好してこいよとかって言いそうですもんね。言えそうですよね、あの人たちは、うん、僕は多分言えないんですよ、思っても、うんうん、すごいですねって言っちゃいそうですもん。でそれをまたイラッとさせたりするんですよね。申し訳ございません、はい、では、レレレのおじさんタイプは、はい、タイプ2です、うん、はい、タイプ2がタイプ4 NF タイプを幸せにする言葉は、うん、やっと少しは喜んでいただけたみたいで嬉しいです、うん、これは大切なのはやっと少しであることですと、うん、つまりこのタイプ2であれば、うん、他の人は簡単に喜ばせることができるのに、うん、タイプ4を喜ばせるのは大変でしたよっていう言葉がやっと少しは、はい、あなたは特別でしたと、うんうん、他の人とは違って他の人はもう簡単もうコロコロってできるのに、うんうん、あなたには苦労しました喜んでいただけるのは、うんうん、はいはいっていう言葉が含まれている。はい、はい、めんどくさいですよね。はい、はい、でタイプ2がタイプ4をシェーと言わせる言葉としては、うん、あなたも結構大げさですね同じって言って、ね、同じ私と同じっていう大げさ、うん、私も人を喜ばせるために大げさにやるけど、うんうん、あなたも大げさにやってますねと、うん、分かって、分かってますよって見え見えですよって、うん、好感の持てる庶民的な格好、平凡な風貌の人に猛扱い、うん、はいはい、猛扱いされることに我慢ならない、うん、で、あとはタイプ5でした。タイプ5、はいはい、タイプ5が嫌味タイプ、うんうん、タイプ5の人が NT タイプが NF タイプを喜ばせる言葉は、あなたは特に何をしでかすかわからない、うん、要はタイプ5がわからないっていう、うんうん、俺ってすごいってなる、うんうん、こんなに頭いい人が予測不能だって言ってる、うん、っていうことで、このうなぎ犬タイプ、タイプ5 NT タイプが NF タイプ4にシェーと言わせる言葉としては、うん、ぽつりと、うん、大したことじゃないですよね、うんうん、ぼそって、あ、言いそうですもんね。タイプ5は言うんですよ、そういうの、はいはいはい、NT も言いそうですよね、そんなことみたいな
そんなことですよ、はいはい、多分何が起こっても慌てずにじっくり観察する NT タイプ、うん、タイプ5は大抵のことは大騒ぎするまでのことではないと、うんうん、このタイプ4が衝撃的って受け止めていることも、うん、ああ大したことないじゃないですか、うんうんうん、っていう気をつけましょうね NT の皆さん、はいはい、であとは、本館タイプはタイプ3です、はい、が幸せにする言葉はお前こそ真のファンタジスタだって書いてあります、うんうん、タイプ3の人は奇抜すぎないんですよ、ちゃんと適度なところで一番いいところでやってる人に真のファンタジスタって言われる、うんうん、で一見ファンタジスタっぽい感じじゃないですかタイプ3が、あはいはい、あ、はい、そうですね、はいはい、で中心人物にいる人に、うん、真の真のって言われる、言われるから、はい、俺よりもってことですよね、そうですね、はい、まあ、全てのタイプで俺よりもって感じですね、そんな感じはします、はい、でシェーと言わせる言葉としてはタイプ3がタイプ 4NF タイプにシェーと言わせる言葉は自己満足で終わっているねとあります、うんうんうん、感性豊かな闇タイプのアイデアはどこでも評判が良かったのに本館タイプタイプ3の前では君のは自己満足だよって見えてしまう、うん、この本館タイプの実利主義、うんうんにかかってしまうと、うん、この NF の感受性っていうのは、うん、無意味になってしまう、まあ、意味のないものその個性は意味のないって言ってるようなもんじゃないですかこれは NT と NF で生まれそうですよね、はいはい、僕もあの今日のこの M8T シャツを着て、はいはい、かっこいいだろうと思ってる、はいはい、まあ自己満足ですよ、はいはい、で最後は NF が NF タイプ4がタイプ4、はい、としては幸せにする言葉は私たちにしか分かり合えっこないよね、これはまあ認め合ってればですよね、うん、認め合ってればじゃないですか、合ってなければこれ下げすみですよね、この人もなんかすごい特別な感じがするな、はいはい、みたいな感じで僕の中ではピンクハウスの服を着てるんですけどね、はい、あのフリ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 の、はいはい、でシェーと言わせる言葉はあこれもありますね、個性的に見られたいんだね、あ、うん、っていうのは言っちゃいけない言葉として、うん、はい、やっと少し喜んでいただけてってタイプ6に言われたら、うん、ごめんなさいそんなに気を使わせてってあ僕もこの、はい、あ気を使わせてごめんは出てくる、やっととか言われたらねって、はいはい、もうしなくていいのにって、うん、はい、